はい、それではね、量子力学の授業に入っていきたいんですけど、ここで扱いたいのは、シュレーディンガー表示とハイデンベルグ表示ということでですね。うん。今まで、やってたのは、例えば、状態って、ね、K の状態って、時間が経ったら変化するじゃないですか。状況、一般には、K の状態って時間が経ったらこう変化していくものだよね。うん。で、一方で物理量っていうのは、変化しないもの。通常は変化しないものを考えるっていうことだったんですけど、うん。実は、別の見方が見えますよと。別の見方ができますよということが、わかります。で、それがそのハイゼンベルグ表示というもので、この表示では、状態の方は時間依存しないですね。うん、状態もずっとそのまま固定です。うん、時間変化しません。うん、じゃあ何が関わるのって言われると、実は演算子、物理量の方が変わっていきますよと。そういうお話をちょっとね、今からしていきます。うん、で、ここにちょっと公理4を持ってきたんですけど、これすでにやったことですね。うん。だいぶ前にやったことなんですけど、その、K の状態の時間発展というのは、シュレーディンガー方程式を解けば分かりますよということですね。はい。いいですよね。うん。で、これはハミルトニアンですね。うん。で、エネルギーに対応する演算子ですね。うん。これはプサイに対する微分方程式なんで、コルツに対する微分方程式なんで、このプサイを解いてあげれば、その K がどういうふうに時間、変化していくか、状態がどういうふうに時間変化していくかっていうのが分かるよということです。はい。いいですかね。うん。シュレーディンガー、今までの話ね。うん、完全に今までの話をしてます。うん。で、ちょっと、ハミルトニアンは、時間移動させることもできるんですけど、今のところ、できるんですけど、ここでは簡単のために、H は、時間に言わないとします。はい。いいかな。うん。H はその時間、ように時間によっていないということを仮定します。うん、で、これも昔やったことなんですけど、このシュレーディンガー方程式、このシュレーディンガー方程式は、形式的に解けます。形式的に解けて、どういうふうに書けるかっていうと、ψの t。時刻 t における状態ね。時刻 t における状態っていうのは、時刻0における状態に、時刻0における状態に、こういう演算子をかければ、いいんだよと。作れるよと。いう話をしましたよね。うん。忘れちゃった人はちょっとね、昔の話をね、ちょっと復習してみてください。はい。いいですかね。うん。で、これ一応注意として、これ H 演算子だから今。ね、H は演算子なんで、H の指数関数なんでね、こっちね。H が、肩に乗ってる指数関数なんで、こいつも演算子ね。いいかな。この塊演算子です。うん。だから、形式的に解けたといっても、結局この演算子の指数関数を計算しないといけないので、ね。うん。そこに全て面倒くささを押し付けてるだけですね。うん。いいですか？うん。そういう意味で形式的にって言ってるだけですね。うん。はい。とりあえずこういうふうに書けると。うん。で、うん。この、かけてる演算子。うん、ここね。こいつね。
こいつをまあ UT って書くことが、多いですね。これを UT って書くことにして、これですね。うん、この辺端子。マイナス IHT。これ一番ですね。これを、まあ、時間発展演算子とか言ったりしますね。まあ、これ、ここまで、はい。これは昔やったことですね。で、まあ、これ U は、この上に定義した U ね。これ U に対です。うん。一応やっとくと、U、U だがね。で、U は E の、マイナス IHT オーバー1バーですね。で、U だがは、こいつのダガーなんで、i はプラス i に変わって、i、うん、あ、ごめん、マイナス i はプラス i に変わって、本当はここに h ダガーがつくんだけど、うん、h ダガーになるんだけど、いいかな？この指数の中身を、エルミート協約取ればいいんで、h にダガーつくんだけど、今、ハミルトニアンはエルミートなんで、ダガーつけても、つけなくても同じ。なので、こうなると。で、指数関数、プラスとマイナスになっているので、これは消えると。うん。まあ、今、演算子なんで、本当は消えるってことをチェックしないといけないんですけど、まあ、それは、チェックできます。うん。いいかな。はい。まあ、こんな感じでね。うん。その、時間発展演算子っていうのが導入できる。で、それがユニタリであると。いいよね。うん。で、例えば、まあ、これを解けば、まあ、何回も言ってるけど、これを解く、もしくはまあ、これを計算する、うん、っていうことをやれば、ってことをやればさ、その、K の状態の時間発展が分かるわけだ。うん、で、それが分かれば、うん。例えばどういう量が計算できるかっていうと、これが分かれば、例えば、時刻 t における、まあなんか物理量、の、まあ、期待値とかが計算できるよね。うん。いいかな？うん。まあ、物流 A は何かしらの演算子、エルミート演算子ね。うん。で、例えば位置演算子とか、運動量演算子とか、そういうのでいいです。うん。だから、まあ、その演算子の期待値っていうのは、時刻 t における演算子の期待値ね。この今考えている状態でその演算子を挟めばいいんだったよね。はい。うん。まあ、状態が上がれば、その、例えば、期待値なり、何なりが計算できる。うん。はい。で、まあ、これが、まあ、いわゆる、何ですかね、今までやってきたことですよね。今まで、まあ、時間発展を解きなさいって言われて、時間発展解いて、まあ、例えば、じゃあそこから、その、状態が分かったんなら、そこから、その、
K のある物理量の期待値の時間依存性っていうのが計算できると。うん。まあそういう流れで今までやってきたじゃないですか。ね。で、まあそれはそれでいいんですけど、うん。それはまあ全く問題ないです。うん。で、これ、まあ、ここまでの話しか知らない人は何を当たり前のことって言うかもしれないんですけど、この時は、状態が時間変化しますね。状態は時間変化してますね。ね、状態は、あとは時間によって変わるよね。うん。だけど、物理量は変えないじゃないですか。ね。物理量 A。物理量演算子ね。うん。エレメント演算子ですけど、物理量 A っていうのは、時間変化しないと。で、もう一個のアイゼンベルグ表示の方を聞かないとしっくり来ないかもしれないですけど、まあ、このような表示の仕方をシュレーディンガー表示と、表示と言います。うん。これはまあ、その、アイゼンベルグ表示、もう一個の表示の方を、まあ、聞かないとね、ちょっとしっくり来ないかもしれないですけど、まあ、これなんか当たり前すぎちゃうんで、ここまで、これしかやってない人はね。うん。まあ、何せよ、こういう表示、今までやってきた表示のことをシュレーディンガー表示というふうに言います。はい。で、まあ、もう一個のね、そのハイゼンベルグ表示っていうのを導入するために、さっき書いた A の期待値ね。うん。これを少し変形してみましょうと。この A って、A の期待値は、ここですね。うん。で、ψ t って、何だったかっていうと、これは、形式的にこう書けるよね。ここですよね。ut はさっき言った、時間、発展演算子です。うん。OK? はい、いいですよね。これですね。うん。U をこう定義しているので、U かける Psi0。時刻0における Psi に U をかけたら、時刻 t における、状態がわかると、うん。これですね。だから、これを使うと、まず、こいつに関しては、右の Psi に関しては、UT。UT の Psi0 って書いてもいいよと。で、A はそのまま書きますね。いいかな。で、これ、ブラの形で書けば、こうだね。ユーダーガーですね。ユーダーガー T ですね。いいかな。うん。言ったよね。演算子がかかった状態の、をブラの形にするときは、A の方にダガーをつけるのを忘れないようにと。うん。こう言いましたよね。うん。はい。なんでそれを使うと、ψ0 の U ダガーですね。まあ、t は、まあ、ちょっと、省略しますか。うん。書いとこうか。書いとこうか。はい。一応書いておきます。はい。うん。まあ、こう書けるじゃないですか。で、まあ、ここで、まあ、これ今までここまで書き換えただけね。うん。まあ、ここから先も書き換えただけなんですけど、ずっと。ここで、AHT っていうのを、こう定義します。U ダガー T、A、UT です。こうです。で、
と、トークと。トークと。で、この H、添え字の H はこれ、ハイゼンベルグ。ハイゼンベルグ、さっきから言ってハイゼンベルグ表示の気持ちで H ってつけてるんですけど、うん。で、これは、この A、この A、A っていう演算子はもともと時間に依存してなかったんだよね。ね。A は時間に依存してなかったんだ。だけど、今、これ時間が入っている演算子じゃないですか。UT とかあって。ね。E の -IH、T は H バーなんで、時間に依存している演算子なんですよ。だから、もともと A には、A には時間入ってなかったんだけど、時間に依存している演算子を、右と左からかけちゃってるから、この AHT っていう、今定義したこの演算子は時間に依存してるわけですね。いいかな？はい。だからわざわざ引数にカッコ T って書いてます。いいかな？うん。だから時間、この時間に依存する演算子ということです、こいつは。で、まあ、こういうふうに置いてあげると、その、今考えている A の期待値っていうのは、A の期待値っていうのは、こう書いてもいいよと。ψ0 の AHT の ψ0 と。ここですね。うん。はい。まあ、書き換えただけですね。うん。で、まあ書き換えただけなんですけど、これ見方がまあちょっと変わっててですね。見方がさっきとちょっと変わってて、この例えば A の期待値を計算するときに、A の期待値を計算するときに、さっきはここで挟む状態は、時刻 T の状態を挟まないといけなかったですよね。それで挟まないといけなかったですね。だけど、今はその時刻0、いつ、どんな時刻であっても、初期の状態、まあ時刻ゼロにおける状態をずっとそのまま使えばいいと。うん。そういう意味で、状態は、不変と。まあ時間移動しないと。うん。まあずっとプサイゼロのままと。組み合わせることができて、で、その代わり、その時間依存性は、その演算子に押し付けちゃったわけね。物理を A、まあ H にしようか。うん、が、時間依存すると。うん。と見ることができると。で、こういった、状態と演算子の、まあ、時間発展の見方ね。うん。まあ、これはハイゼンベルグ表示と言います。はい。うん。で、まあ、あんまり今のところね、そのハイゼンベルグ表示でやるありがたみっていうのはあまりわかんないかもしれないんですけど、まあ、おいおい、使うことがあるので、例えばまあ、場の量子論とかね、うん、そういうところまで行くと、まあ、基本的に演算子ハイゼンベルグ表示になっちゃうので、うん。まあ、アドバンスのことをちゃんとやりたい人は、こういうこともちゃんと押さえておくといいと思います。いいかな。一応まあこれがハイゼンベルグ表示というやつです。で、ちょっといくつかチェック
していきたいことがあるんですけど、ハミルトニアン、だからハイゼンベルグ教授では演算子が時間移動し合うんだけど、ハミルトニアンも演算子じゃないですか、これはどうなのと、時間移動しちゃうのということなんですけど、ハミルトニアンは実はどちらの表示でも、まあ時間移動しないです。もともと時間移動してなければどちらの表示でも同じと。シュレディンガー表示でも、ハイゼンベルグ表示でも同じと。で、今それ説明しますけど、だからハミルトニアンの、ハミルトン演算子、ハミルトニアンのハイゼンベルグ表示ね。こっちハミルトニアンの H で、こっちハイゼンベルグの H ですけど、これはどう定義されるかっていうと、これはさっき言ったように、こうだよね。U ダガーと U をかければいいので、U ダガー、H、U ですね。で、もともと、U っていうのは E のマイナス IHT 割る H バーで、U ダガーは、IHT 割る H バーか。で、H を挟むと。こうだね。で、昔、すごい注意したと思うんですけど、演算子は勝手にひっくり返しちゃいけないんですよ、普通はね。普通は。ね。だけど、この人って H しか踏まないじゃないですか。もっと言ってしまえば、E のマイナス I、めんどくさいから、どうしよう。アルファ H ってしようか。アルファはマイナス I、T 割る H バーか。すると、こうかけるじゃないですか。で、これってどう定義されてるかっていうと、テイラー展開で定義されてるんだよね。こうですよね。これは定義です。で、これと、これに H をかけなさいって言ってるわけだ。今はね。ここだけ見たらね。これで見たらそうだよね。だから、これは、ちょっとくどくて申し訳ないですけど、H の N たす1乗だよね。当然ね。で、N たす1乗っていうのは、H が N、N たす1個かかってるわけだね。こういうふうにね。なんで、これは、H の N 乗 H だよね。って書いてもいいですよね。こっち側を H の N 乗って書けばいいので。ってことは、これは E の αH かける H ですよね。なので、基本的に自分自身の、例えばハミルトニアンだと、ハミルトニアンで言うと、ハミルトニアンとハミルトニアンだけから作られる、関数。演算子の関数ね。は、交換します。ちょっと考えれば当たり前だよね。いいかな。ちょっと考えれば当たり前ですね。こんな風にテイラー展開で定義されてるわけだから、H が何乗あろうが、H の何乗と H が交換しますかって話なんで。それは交換しますよね。そんだけです。なので、これは、こうですね。で、これとこれは指数関数のプラスとマイナスで掛け算になっているので、これは H と、いうことで、ハイゼンベルグ表示で、H を書いても、シュレーディンガー表示、元々の、ハミルトニアンと全く同じになってしまうと。
なので、ハミルトニアは、その、どっちの表示でも同じになりますよと。うん。まあ、時間依存しないということです。うん。いいかな。うん。で、次。物理量。物理量の測定値。ある物理量を測定すると、シュレディンガー表示、ちょっと思い出してほしいんですけど、うん。ある物理量を測定すると、その測定値って、まあ、一般にはばらつくんですよね。いい？まあ、どの値が出るかわかんない。けど、その測定しうる値っていうのはその物理量の固有値のどれかでしたね。うん、ここら辺ちょっと昔やった公理を思い出してほしいんですけど、はい、で固有値のどれかが測定されるんだけど、いいよね。A を測定するんだったら、その固有値が A1、A、A2、A3 だったら、うん、どれかが測定されるんですけど、うん、でそれぞれ測定される確率っていうのが、まあ、今の状態と、うん、まあ、こうでしょうか。時刻 t における状態と、a1、この a1 に属する固有状態の内積の絶対値2乗が、その確率だと。うん、こういう話をしましたよね。で、だからその、これが確率を決めるわけですね。うん、その、だから、測定値の確率分布っていうのがあるわけですけど、あったわけですけど、どちらの表示でも同じと。どちらの表示でも同じと。うん、まあ、これ変えちゃったら、二つの表示が等価じゃなくなっちゃうんだけど、うん。そんなことはなくて、物理量の測定値の確率分布はどちらの表示でも同じになっていると、うん。で、これもちょっとチェックしていくけど、うん。まあ、物理量は A を考えましょう。A を考えましょうと。A の、まあ、固有値。固有状態を。まあ、AI。AI とすると、うん、はい、今ごめんなさい、これシュレディンガー表示ね、今までの話です、やってるのは、うん、でシュレディンガー表示の演算子の、こういう値とこういう状態っていうのを、まあ、AI ゲットとすると、まあ、つまり、これ、こういう状態の定義がこうだったんで、ね。これ定義ね。こういう状態の定義です。こういう状態、こういう値の定義です。うん。はい。で、まあ、うん。で、言い換えただけなんですけど、ここにちょっと、まあ、トリックをして、ここに時間発展演算子を入れちゃおうか。U だが、これ1じゃん。ユニタリだからね。時間発展演算子、ユニタリなんで、U と U だがかけても1なんで、1入れてもいいじゃないですか。うん。だからここ1入れたか、これ入れて書くと、上の式は、A かける U、U だが、AI と。こう書いてもいいですね。うん。で、さらに、この式の両辺に、U だがをかけると、うん、U だが A、U だが AI イコール AI、U だが AI ですね。ここですね。うん、
で、なんでこんなことしたかっていうと、ここにハイゼンベルグ表示の演算子が出てくるからです。これを出したかったからですね。これがハイゼンベルグ表示の演算子の定義だね。なので、それを使ってあげると、これは AHT のユータガーの AI のユータガーの AI と、うん、はい、で、これ見ると何がわかるかっていうと、こことこれと同じ形じゃないですか。ね。いい？うん。だから、AH っていう演算子、ハイゼンベルグの演算子ね。ハイゼンベルグの演算子を、この四角で囲った状態にかけると、この数 AI がポロッと出て、元の数に戻ると言ってるわけだ。ね。これはつまり、その、U ダガーかける AI、ケットっていうのは、AH の固有状態であると。うん。だから、まあ、そのケットを、ユーダガーの、こういうふうに、ユーダガーに AI を、あ、ごめんなさい、ユーダガーを AI ケットにかけたものを、これ時間に依存してるので、これね、こいつ時間に入ってるからね、入ってるので、その時間依存性をこう、カンマ T で書いて、AI カンマ D というケットを定義すると、うん。こいつが、こいつは、AHT の固有状態で、固有ケットで、固有位置は、AI と、うん、いうことですね。だから今何をしたかっていうと、うん、シュレーディンガー表示、うん、シュレーディンガー表示の演算子の、うん、物理量の固有値固有状態が分かっていれば、ね、ハイゼンベルグ表示の演算子の、固有値固有状態も分かるよと。まあ、ユーダガーかけないといけないけどね、これね。ユーダガーを、つまり、どういうふうに分かっているかっていうと、固有状態に関しては単に、固有状態に関しては単に、ユーダガーをシュレーディンガー表示の固有状態にかければ、ハイゼンベルグ演算子の固有状態がわかると、ね。だけど注意するのは、今ハイゼンベルグ演算子自体が t によっているので、その固有状態も t によっているよと。うん。言ってるんだけど、それはまあ簡単にかけるよと。こうですね。で、固有値に関しては、同じです。何も変わらないと。AI のまんま。ということですね。うん。いいかな。だから今話したのは、シュレーディンガー表示の固有値固有状態から、ハイゼンベルグ演算子の固有値固有状態を求める。まあ、その、手続きですね。それを今お話しした。うん。で、それを踏まえた上で、確率分布が知りたいので、時刻 t における、時刻 t に、aht、を測定して、うん、ai を得る。確率振幅確率振幅っていうのは2乗絶対値2乗したら確率になるものですね、うん、
で、その確率振幅は今は、シュレディ、ハイゼンベルグ表示でやってるので、うん。その、こういう状態はこれだね。うん。今、こういう状態をケット、こういうケットをグラにしたものね。うん。はこうかけて、こうかけて。で、状態は変わらないので、こうですね。だから、今の状態と、その AI に対応する固有ケット、その内積が確率振幅。うん。これの2乗が確率になると。うん。いいかな？だこれ今、ハイゼンベルグ表示で書いてます。うん。で、これは AI の U。ですね。これだね。今やったのは。AI カンマ D っていうケットは、こうかけたので、これをブラにすると、こうでしょ。なんで、この左側はこうかけると。で、右側はそのまんまです。で、ここで U かけるプサイゼロっていうのは、これ時刻 T における状態。なので、シュレディンガー表示でね、こうかけると。うん。で、これは、シュレディンガー表示の、確率振幅になっていると。ですね。うん。これ今まで見てきた形ですね。うん。はい。なので、その、今、ハイゼンベルグ表示で確率振幅を計算しようとしたんだけど、結局その、それっていうのは、シュレーディンガー表示の確率振幅と全く同じでしたと。うん。いいかな？はい。なので、これで証明が尽きてるわけです。今まで話したかったことね。証明したかったこと。うん、何かっていうと、物理量の測定値の確率分布っていうのは、どちらの表示でも同じになっていると。うん。ハイゼンベルグ表示でやろうと、シュレディンガー表示でやろうと、ある物理量を測定して、その、確率分布変わっちゃったら、困るじゃないですか。困るでしょ。うん。同じ物理やろうとしてるのに、うん、どっちかの表示で異なる確率分布を出しちゃったら困るんだけど、そういうことはないよ、ということです。うん。そういう意味で、その、シュレディンガー表示とハイゼンベルグ表示。表示は等価であると。うん。等価。はい。だからまあ、どっちでやってもいいです。うん。はい、まあ、どっちでやってもよくて、うん、まあ、ただ、まあ、量子力学、いわゆる、普通の量子力学の範囲では、まあ、シュレディンガー表示でやることが、まあ、多いんじゃないかと。うん、もちろん、その条件によるんですけど、うん、まあ、そういう気はしますね。うん、で、まあ、場の理論をやったりとか、まあ、もうちょっとアドバンストな量子力学をやっていくと、まあ、こういうものもたくさん出てくるので、うん、まあ、一応把握しといてください。はい。で、最後なんですけど、正弦交換関係ってあったじゃないですか。正弦交換関係。正弦交換関係は、ハイゼンベルグ表示の演算子に対しても成り立ちます。
ハイゼンベルグ演算子のハイゼンベルグ表示の演算子に対しても成立すると。まあ、つまり、そもそも、もともとの正弦交換関係って、まあ、一次元で言えばこうですよね。X と P の交換関係が I1 バーだよと。うん、で、ハイゼンベルグ表示だと、この X とか P は全部時間によっちゃうんだけど、ね。こういうね、時間によっちゃうんだけど、これは、やっぱり、IH バーのままです。そういう意味で、正弦交換関係っていうのは、ハイゼンベルグ表示でも成り立つと。そのまま成り立つ。うん。まあ、ただし、ここ、ここにいる T は同じじゃないといけないからね。これ、同時刻です。の交換関係と。同時刻交換関係とか言いますけど。交換関係。はい。うん。まあ、ハイゼンベルグ演算子は時間によるんだよね。時間によるんだけど、だから X とか P もハイゼンベルグ表示だったら時間によるんだよ。時間によるんだけど、まあ、同じ刻で交換関係を取ってあげれば、X と P でね。うん。そいつらはやっぱり H バー、IH バーだよということですね。うん。で、これも証明してあげますけど、ね、証明すると、まあ、これも簡単なんですけどね。うん。まあ、これ計算してみればいいだけです。これは、U だが、X は、U だが X、U ですね。うん。これ、シュレディンガー表示の演算子に、U だがというで挟めば、ハイゼンベルグの演算子になると。で、P で U と。こうですね。うん。で、これそのまま定義通り書けば、U だが XU、U だが PU、引く、U だが PU、U だが XU ですか。うん。で、U は、ユニタリーなんで、こことここは1だね。なんで、これは、U だが XPU 引く、U だが PX と、の U と。うん。で、これは、U だが XP 引く PX ってかけて、うん。で、これは、普通の交換関係なんで、これは IH バーと。なんで、イコール、IH バーは単の数なんで、どこに置いてもよくて、ごめんなさい、U ダガーが変ですね。こうか。はい。ここのダガー、いらなかったですね。うん。で、U ダガー、U ですね。で、U はユニタリなんで、やっぱり IH バーと。はい。ですね。で、これで証明終わりと。いいかな。うん。なんで、まあ、シュレディンガー表示の交換関係、正弦交換関係ね、を使ってあげることによって、ハイゼンベルグ、それが成り立っているときは、ハイゼンベルグ表示の演算子に対しても、その正弦交換関係というのが成り立ってますよと。はい。まあ、そういうことですね。うん。まあ、うん。量子力学展開するときは、まあもちろんどっちでやってもいいんですよ。ハイゼンベルグ表示でやってもいいし、シュレディンガー表示でやってもいいと。うん、ただまあ、自分が今どっちの立場でやってるのか、もしくはまあ文献もそうなんだけど、文献読むときに、どっちの立場で今問題を解いてるのかっていうのをね、ちょっと明確にして物事を考えないといけないので、まあそこら辺はね、ちょっと注意しながらやっていってください。